森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学。悟れないことを悟れ。人生そんなに暇じゃない。人生そんなに無駄にするもんじゃない。悟れないことを悟る。いつも動いてるんだから。相手は自然なんだから。これは筆文字作家アンに書いてもらった私の言葉。小学校から高校までの幼なじみ。私は森林セラピーで1000人を超える人をご案内する。悩みを抱えていない人はいないんじゃないかと感じる。その悩みの多くは人、親兄弟、子供、親族、会社の同僚、友達、そして自分。人は自然である。時とともに心も体も揺れ動く、変わり続ける。目の前に広がる自然と何ら変わることはない。人は悟れるものだと私は思っている。そして悟れないことを悟る。時が動いている限り